皆さんこんばんは、 MK です。ヨッシーウールワールドパート28やっていきましょう。前回ラスボスを倒して、その後ワールド6の S も攻略したということで、今回はここまでの全てのフラワーを集めないと出てこないこちらのステージ、星の S からやっていければと思います。完全クリア後のステージということで、何が待っているのか分かりませんが、全力で頑張っていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして応援の方よろしくお願いします。多分めちゃくちゃ難しいやつですよね。ということで、星の S 素晴らしい毛糸の世界、うわこういうタイトルのやつが一番怖いんだ。そして、パワーパッチどれでもタダですので、もちろん隠れているものが見えるよう使っていきましょう。でこれがまあボスチャレンジ系を抜かしてステージという形式では正真正銘最後になるかと思われますので、バッチとかはビーズが許す限り切り替えてってもいいんじゃないかなと思っております。今何ビーズあるかちょっと先に確認してもよろしいでしょうか？はい、なんかのほほんとした雰囲気から始まりましたが、1万バッチぐらいあるね。1万バッチじゃねえや。1万バッチもあったらすごいよね。1万ビーズぐらいありますね。なので、まあ、1回までだったら5000ビーズの何かに切り替えても、隠れてるものが見えるように戻せると。待てよ。なんか早くねえか？これを吐きました。あぶねえ、今のもで、ミーバースハンコありました。やっぱ隠れてるものが見えるようはミーバースハンコの時も助かりますね。でパックンに食べられないようにして、これさ、危ねえ、そこマジか今の、びっくりした。でここ吐き出して、一応踏んどく、はい踏んでおく、危ないよ、あっとやばい、やらかしたか、終わったか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 終わった、終わってないよね、まだ終わってないと思うんだ、まだ終わってないと思うけどもまあ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 、まだ最初だからね、落ちたっていいでしょう。これさ、ノーダメージの必要あるかな？多分あるよな。ノーダメージじゃないとクリアできないっていうか、体力満タンクリアにはならないという仕様だと思うので、1ダメージも受けないように頑張りましょう。まあ、2回に分けて攻略してもいいんですけどね、最後のステージだし、1回でクリアできるとは思わない方がいいか？そしたら一応この辺のビーズも回収。危ないよ、今の当たったかと思ったよ。で、ここを着地して、いや、大丈夫なんだろうな。全部の足場に乗るとかさ、そういうちょっと変わったのやめてよ。でここ、うわ、その下のビーズ欲しいんだけど、いや全部、いやでもね、取らなきゃいけないってパターンもあるんだよ、たまに。 OK、 なんでもありませんでした。でそこに、それは絶対取んなきゃいけない。うわーきっつ、そこ、ちょ待って、ちょ待って、君きついな、君倒したいけど、いやスイカ、あぶね、あぶね、今のスイカとか使うのもなーって感じしちゃうし、ここ OK ナイス、うーわいいや、一回ちょっと体力満タンは諦めて普通にクリアしよう。いや、やば、ちょっと待って、マジでやばいじゃん、マジでやばい、マジでやばいわ、普通に。うわ、しかもこっちにもいんのやめて。で、残りのビーズはもう取んなくていいという解釈で進んじゃいます。うわ、ダメージ受けちゃったか。で、君は？はい、あ、危ない、危ない、あ、ちょっと待って、待って、危ねえ、今の。ここ、多分、1回しかチャンスないやつ。あれ？待って、案外あるのかな？体力。どうなんでしょう？これで終わりっていう可能性もありますけど、ちょっと危ないな。やめて。うわ、ちょっと待って、ちょ、危ない。ちょ、危ないね、君たち。それやめて。あ、ミーバー3個あったよ。ミーバー3個ありました。危ないよ。待て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 。これ踏めるタイプじゃないから、マジで気をつけようね。トン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 。危ない。この、いらないビーズはもう取らないっていう判断にします。全部取るっていうの、さすがにここじゃやってこないと思われますので、落ち着け。はい、ここ食べて、吐いて、踏んで、危ない君、危ない。一旦下入ります。で、ここを叩いて、花ゲット。今んところいいな。OK、全部取れているかと思います。これ全部のワールドをなぞっていく形になってんのか。ワールド1今だからワールド2で、これがワールド3空のステージですね。で、あ、待って、体力あるわ、全然。これ S だけど、さすがにあれなんだ、最低限しか置いてないっていう形じゃないんだ。あー助かる、めちゃくちゃ助かります。でこういうところ、これさ、さっきのシャボン玉見る感じ、多分倒しちゃいけないこの鍵穴兵法みたいなやつもいるっぽいな。だからそこちょっと意識しよう。上飛んで、待てよ待てよ待てよ、いいのか、ここ、あ、ほらね、こういうとこよ、こういうところ落とさなきゃいけないんだよね、あえてね。でここも、はい、あえて落として、はい、毛糸を取っていく。今んとこ毛糸も取り逃してないと思われますが、落ち着けよ。ここもジャンプして、あ、一回それ落とす、素晴らしい。危ないよこれなんだった、なんて言うんだったっけ、小玉くんじゃなくてなんとかくんっていう名前なんだけど、つむじくんだ。ちょっとつむじくんも気をつけつつ、あそこやんなくていいんだよな。いや、こいつらを移動させるってことはできないと思うから、
無理な時は無理だな。無理な時は無理っていうか、こいつらが関係ないところもあるね。だから全然こうやって落としちゃっていい時は落としちゃっていいと。もう MK さんもあんまり今頭回ってないからね、プレイに集中してるから、そこんとこよろしく。やばいって、踏んで OK ナイスよ。でつむじくん食べて、うわこれさ貯めてった方がいいな、多少。今何個あるの ?5 個か。あと1個つむじくん。オッケーナイス。一応毛糸玉マックスにしてから次に進んで、行きましょう。何?うわ、強制スクロールだ。うわー、ちょっとそれきついかもね。後ろの、やばい。待て。ここ食べて、君吐いて。オッケーナイスよ。で、一応体力満タンまでもう一回持ってこれました。で、これ何?大丈夫なやつ?はい、大丈夫なやつ。上からなんか来るな。あー、それね。落ち着けよ。これ一回、食べて吐けばいいから、その上はミーバス、わーおわ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 、ミーバス3個ではないと。で落ち着け、なるべく前の方にいた方がいいと思うよ。そこも来るよね多分。来ないんだ。来た、でここ吐いて食べて、待って、ミーバス3個優先ですよ。はい、吐いて、これ最初にこういう、あっ、うね、こういうとこ怖っ。あー、怖い、もう体力回復ない可能性あるからね、マジで。ここま、今運よく体力満タンだから、これをキープしよう。で、来るよ。なんでそんないっぱい来る。危ない。あ、倒してくれてありがとう。で、危ないよ、君たちも。うわ、その毛糸マジ?その毛糸、あ、オッケー。強制、危ない強制スクロールだと思ったら、ここで止まるやつでしたね。で、下のところも入れるとかはなさそうなんで、進んじゃいます。待てよ。一旦君、あ、これ、あれでやればよかったな。今の、君を吐いてやればよかったな。落ち着け。なんだ、また強制スクロールか。うわー、きついて。一応毛糸玉がいっぱいあるから、それを意識しつつ落ち着けよ。待て、本当に待って。いやー、もう最悪。待って、しかもみ、え、これどうなんの、ま、マジで言ってる。これ分かった、中間ねんだわ。なるほど、難易度が高いってよりは中間がなくてめちゃくちゃ長いっていうパターンのやつだ。やってくれてるね。じゃあさっきのところまでカット、マジ。はい、氷のところまではやってまいりました。あ、今のミスったねさっきもこの、そう、ペンギンはね卵にできないんですよ。それちょっと覚えておきましょう。で、ここね、これさ、マジで落ち着いて一個一個処理していくっていうのが超大事で、多分こうやって処理していった方がいいので、ミーバース3個がさっき1個あったから、まずそれを絶対に取ります。あっぶね、今のも。で、あ、最悪。これ先に多分ね、こいつ倒しといた方がよくて、で、ミーバース3個取りました。こいつも倒しといた方がいいですね。いいよ、今んとこ悪くないよ。ミーバース3個ありますか。急に出てくるからね、ミーバース3個は。で、あ、花、あっぶね、今のも。で、大丈夫、その下には今なかったね。で、こういう塊とか大丈夫ですか。大丈夫だったな。 OK、 とりあえず行った。氷のエリアは突破ですね。特にこういうところに何か隠されてるとかでもない。いや、さっきなんでミスったんだ、こんな簡単なエリア。まあ簡単ではない。ポチ、久しぶり。そして体力満タンですよ。今いけるかもしれんな。花があと1つで、毛糸があと2つ、ミーバー3個あと6個ね、あるぞ。ただこれ炎のエリアだから、マジでこっから食らわないようにしよう。これポチ壊せんの。あ、壊せねえのか。なるほどね、カメックの魔法になっちゃうんだ。やべ、じゃあポチ一回帰ってきて。ここ一回カメックの魔法で解除してもらわないといけない。オッケー。でポチに乗ればこういうのも一気にいけると。よし、いいよ。でジャンプしてポチにここ入ってきてもらう。で、あ、カメックの魔法を一旦下に打ってポチ落として、その毛糸だな。いや、むずっ。ここで降りて、危ない、ちょ待って、マジで危ない、ま、ちょポーチ頼むって、ちゃんとこっち来といて。危ない、ちょっと。で、はい、ミーバースハンコありました。ちょポーチ何やって、ポーチ、オッケーナイス。で、ここも、うわー、そこ取りてんだけどさ、そこ取り、ポーチ頼む、待って、あ、危ない、やらかすって。ここをジャンプしてここで待機しとかないと、カメックのやつ。よし、ナイス。で、ここを、はい、ジャンプして食べて、もうこのままいっちゃいます。オッケー、よういった。で、それ兵法だったら欲しい。よし、ナイス。うまいよ。今待って、今何個取った。うわー、これ最終エリアくせえな。あと花1個、毛糸1個、ミーバー3個で体力ない。何これ、いっちゃっていいやつだよね。いくよ。はい、ジャンプしてお月様、あ、月取って、待って、今さヒップドロップで着地だった。やばい、今ミスったかもしれん。大丈夫なやつこれ。何が起こってんのか分かってないんだけど、
これもういけるやつですか、もういけるやつですか、こう来て終わり、終わりのやつです。やば、あぶね、三馬三個、三馬三個あるよ。これ雲ってどういう判定なんだっけ。ちょ、もうわかんないからあんま触れないでおこう。で、あぶね、あぶね、ケイト待って、コンプリートした、あと三馬三個一個なんだけど、やらかしたか。はぁ、三馬三個が一個ね、なんで。待って、あるかも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 、まだあるかも、まだあるかもしれない。待って、まだあるかもしれないんじゃない、これ何、あ、何これ、あ、なるほど、ヨッシーって書いてる。おお、なんかまあマリオとかもね、最後サンキューとか書いてあったり、まあ、あの、あ、ミバさんこあったわ、よかった。カービィもね、あの春部屋とかあったりしますけど、コンプリートしました。花丸ですね。花5つ、毛糸5つ、ミバ3個20個、ハート20個、きたー。よーし、じゃあこれでゴール、素晴らしい。もう、やる必要ないですよ、この苦しみを。お、ポチも最後一緒に来てくれたね。いや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 、大変だったよ、ここまで。いろんなこと。はあ、もう体力満タン、花5つ。もう全部のステージやったんだからね。これで毛糸5つで、はい。で、ミーバースハンコが20個、完璧コンプリート。素晴らしい。これちょっと一覧とか確認したいんだけど、確認画面とか多分あるよね。ちょっとそちら見に行きましょうか。うわ、なんか上のその卵のワッペンも可愛くていいですね。いやいやいや。ちょっと大変すぎた。そしてまだボスラッシュとかがあるので、完全クリアではないんですけども、まあ今後やってきますよ。お、ハンコワッペン1100突破、新しいハンコをもらったよ。コンプリートじゃないの？あ、なんか映像来る。あ、違った違った違った。それか、真っ白ですけど。何これ、白ヨッシーでしょ。はい、オーロラヨッシー。なんだその変化球は。変化球が過ぎるだろ、オーロラヨッシーは。無理では当たんないよ、そんなの。で、あ、ヨッシールームとかで確認できるんだ。ちょっと入ってみましょうか。ヨッシールームが、はい、助けたヨッシーとチェンジしたり、編みぐるみヨッシーのアミーボに好きな柄と色を書き込んだりできますと。そう、あの、アミーボはあなた後で、あ、やりますけど、ここはボスチャレンジで手に入るんだ。なるほどね。最後の3つはなんかあるみたいです。ちょっとオーロラヨッシー見てみる？おー。まあまあまあ、わからなくもないですけど、真っ白ヨッシーだけどね、正直。で、あ、今までいろいろありましたね。まあこれは全部読み上げてきたので、特にやる必要はないでしょう。はい、ちゃんとコンプリートしてますので、ここの3つだけ最後ボスチャレンジで取りたいと思います。一応ちょっとこの辺りの施設全然見れてなかったから、ちょっと見ようか。ん？こう何？あ、びっくりした。今 A ボタン出てきたから、なんか隠された何かがあるのかと思ったら、紫ヨッシーでした。思い出シアター。ここはまだコンプリートできてないんじゃないかな。あの、ボスチャレンジとかもやってないから。思い出シアター、ケイト玉を当てた敵を眺めたり、ゲーム中の音楽を聴くことができます。あ、やっぱりまだコンプリートはできてませんね。で、音楽も、まあ、2つぐらい揃ってないと。じゃあ、これは、あの、全部コンプリートしたら見に行きましょう。はい。で、あともうやることとしては、ボスチャレンジと、あと、アミーボをすべて読み込ませて、アミーボ一覧もまあ皆さんにお見せしたいなと思っております。それがまあこちらですね、アミーボルーム。まあちょっと今回はやりませんけど、一応入るだけ入っておきましょうか。はい。となってます。アミーボ。おー、読み込んだことのあるアミーボの柄はこの部屋に残っているので、いつでも変えることができますと。まあ、まだ一つもやってませんね。こちらもコンプリートまでお見せするので、よろしくお願いします。で、あとはボスチャレンジだけか。じゃあ、順番としては、ボスチャレンジやって、アミーボ全部揃えて、最後、思い出シアターを見て終わりという感じにしたいと思います。じゃあちょっと今日は早いですけど、一旦これぐらいで終わっておきましょう。次回ボスチャレンジをクリアして、その次アミーボ、そして思い出シアターと行きたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。